瀬戸康史の動画。はい、どうもこんにちは。割烹瀬戸プン亭へようこそ。料理長の瀬戸プンと申します。浮雲と書いてプンと申します。本名は丸山です。よろしくお願いいたします。本日の献立はこちら、キャベツのレタス添え。第1回ということでですね、いきなり難しい料理を紹介しても仕方ありませんので、皆さんのご家庭にどこにでもあるキャベツとレタスを使った料理を今日はご紹介したいと思います。それでは参りましょう。はい、それでは作ってまいりましょう。まずはこちら、フルーツグラノーラをこう開けて、カップにこうやってお汁粉ですね。お汁粉、これはちょっと微妙だから、ちょっと微妙っぽくてまだ飲んだことないです。どうでもいいですね。はい、それではまず冷蔵庫の中からですね、今日使う材料を出します。はい、まずはこちらですね、キャベツ、そしてこちらレタスですね。キャベツはこれから千切りしますね。でレタスはですね、もうすでにですね、うちの自然というですね、下働きの者がおりまして、下働きなんて言っておかみさんがおりましてですね、それちょっと怒られそうなんでね、あれなんですけれども、こちらレタスもすでにね、水洗いして処理されたものがありますね。わかるでしょ、わかるでしょ、言わなくてもこれぐらいわかるでしょ。キャベツはですね、千切りにします。これから、できるかな、久々に立ったらキッチンに、まあ、板前なんで普段はね、やっぱ職場ではやるけれども、そのやっぱ家で台所に立つってことはね、なかなかその職人としてはないもんでね、これ洗った方がいいのかな、洗った方がいいのかな。でも私昔厨房で北の家族という居酒屋で働いてたことあるんですよ。これは洗ってたかな、洗ってたっけな。もうキャベツはなんかマシンの中に放り込んでたからな、どうやって切っていいか分かんねえよ、これな。分かんないね、これね。じゃあとりあえず、包丁はどこだ、包丁は危ないんでね、取り扱いに気をつけてね。これはでも、切ってから、ボウルで水にさらせばいいんじゃないか。ほら、ここにボウルがあったから、ここのボウルにこうして、これ水溜めとけばいいんだな、こうやってな。こうやってね、水溜めとけばいいんですね。まだちょっとね、キャラクターが定まってないのでね、その辺は許してくださいね。こうしとけばいいのかな。これ全部いっちゃおうか。どんなもんなんだろうね。これはまず、私ここ嫌いなんで、こう切っちゃいますね。今回いらないんでね。このなんか紫、青くなってるとこ嫌だな。この辺だけちょっと削って、なんかちょっと傷んでるってことかな、これな。ちょっと傷んでるので、ここはちょっと、避けて、このままいっちゃおうか。どういったらいいのかな。こう。難しいね、千切り。セット、割烹セットプンテではね、マシンを使ってますからね。こういうのを、まあ、切らないんだよね、自分でね。どっから来てたっけな、昔な、やってたんだけどな。じゃあ、この辺からいこうかな。いきます。これ大丈夫か？なんか切る方向違う。こうだろう。これでもここ切りにくいよね、この体勢ね。怪我したくないから、このまま行こうか。なんか違うな。違う。こう行こうか。なんか間違ってる気がするな。ちょっとこう行っちゃう？こう行っちゃうか。こう行っちゃって。もういいか。この辺から行こうか。指だけは絶対切らないよね。
美味しいですからね。ちょっと腕が落ちたな。厨房で働いてたのもね、あれ19の頃ですからね、もうだから45年ぐらい前になりますね。今65なんでね、私ね。動くな、これ動くな、動いちゃうな、これな。火力も弱いしさ、うちはうちなんか IH だからさ、まともな料理できやしねえよな。本当に家庭用のあれってのはやりづれえよな。はい、それではなんか千切りっていうかなんかちょっと雑な感じになっちゃったな。はい、こちらです。なんかあまり美味しそうではありませんね。これちょっと取っとこうか。じゃあクレラップうち使ってます。クレラップの 50m 使ってますね。うちは、はい、これで、はい、これ出来上がりですね。はい、でこれはシャ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 って洗って、シャ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 って洗って、はいはい、出来上がり出来上がりです。はいはい、それであとはもうレタスもできてるんで完成です。はい、それではですね、料理を作る上で一番重要な盛り付けに入っていきたいと思います。まずこちらですね、まあ可愛らしいお皿ですね、ちょっとこれやめようか。お皿はね、良ければいいほどいい、いいお皿を使ってください。なるべくね、こっちの方が高級感出るでしょ。料理というのはですね、目で見て楽しむ部分もありますので、ここのところも気をつけてくださいね。じゃあまずどうしましょうかね。これ綺麗に盛り付けるところにはセンスが必要ですね。まずこう輪にね、輪の形、この輪というのは基本ですね。どんなものでもどんなお料理でもこうやってとりあえず輪っかにしとけば美味しそうに見えるという法則がありますので、まあ、こういう感じでね、真ん中を開ける。そしてここにこちらにですね、先ほど切ったキャベツをこうこうちょっと多いな、これ食べれるかな。食べますから、私全部食べますので。今回作ってる料理は、まあ、このレタスはね、取っておけばあの後で食べれるんで、これこうですね、いけるかな、これここでトンってやれば、トンってやればね、トンってやればあと全部入りますんで。はい、出来上がり。こちらで完成かと思いきや、実はこれを使います。ジョジョ園のドレッシング。こちらのドレッシングですね、私昨日ですね、ちょっと初めて食べまして、非常に美味しくてですね、私今まで全然野菜食べられなかったんです。食べられないというか、食べられるんだけれども、その料理がたくさん出てきて野菜が1個あっても、その野菜には手をつけずに最後まで残っちゃって、でその野菜をしぶしぶなんかドレッシングとかで味付けして、なんか美味しくねえなとか思いながら食べてました私。しかしですね、このジョジョ園の野菜サラダのタレ、ごま風味というドレッシングを使うことによってですね、私たくさんある献立の中からその野菜だけを先にうますぎて全部食べてしまいました。それが昨日のことでございました。はい、ということで私リアルに食べたくて、これそういうコーナーですから、こちら瀬戸プーン亭は私がリアルに食べたいものを自分で作るというそういうコーナーでございますね。かけちゃいますよ、いきますよ。こちら開けますとですね、こうなってこうなってますね、こうなってこうなってますね。まあよく振ってくださいね、よく振ってかけます。いきますね。こんな感じでね、輪っかな感じで振りかけていたら、あんまかけすぎると辛くなっちゃうんでね、まあ量が多いんでこんなもんでいいですかね。はい、ということで完成しました。はい、お疲れ様でございました。それでは本日作ったこちらキャベツのレタス添え食べてみることにしましょう。いただきます。こちらのカメラもございますね。いただきます。うまっ、うまい。キャベツよりもレタスの方がうまいです。キャベツはちょっと
もうちょっとかけば。昨日ですね、私本当に初めてこのジョジョエンドリッシングかけて食べてみたんですけど、本当にこれあれば無限に野菜食えると思いました。本当に本当に思いました。これ無限に野菜食べられますので、青じそドレッシングとかフレンチドレッシングとかサウザンアイランドとか和風とかゴマとかいろんなタイプのサラダのドレッシングがあると思うんですが、それにいまいち馴染めなかった方、なんか野菜ってあのドレッシングってなんで全部酸っぱいんだろうとか思ってた方、このジョジョ園のこれはごま油に塩をつけたあのチョレギサラダのあのドレッシングと考えていただければ分かりやすいと思います。これ大好きな方本当に買ってみてください。非常に美味しくて、私はもう一生、これから生きていく上で一生このドレッシングでいいんじゃないかと思ったくらい、それぐらいもうこれしか買わないと決めました。ドレッシングはこれ。これ私無理してないですからね。今こうやってすごい量の野菜を瀬戸は無理して食べてるって思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、これ私美味しいと思って普通に食べてます。まあ、朝から何も食べてないっていうのもあるんですが、今お昼11時半なんですけれども、本当に美味しいんで美味しく食べてます。うん、できてしまいました。もともと野菜はあまり好きではありません。そんな私が一目散何かにつけて見るや否やと全部食べペロッと食べてしまうぐらいにまでなりました。野菜苦手なんだけど焼肉屋は好きみたいな、そんな方におすすめです。野菜食べれるようになります。今日の私のこのお昼ご飯これですから非常に健康的でございます。ただこちらごま油と塩だと思いますので、あんまりかけすぎると体には良くないと思いますので、ほどほどにしておいた方がいいと思います。ということで以上、カッポセトプンテ第1回キャベツのレタス添え、ジョジョ園の野菜サラダのタレを添えてでございました。それではまた次回。